はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ガシャポンゴーストアイコン01です。はい、仮面ライダーゴーストのガシャポンが出ましたね、うん、ちょっといつもより大きめのカプセルだね、うん、はい、これに、ゴーストアイコンが入ってるんですね、うん、今回のラインナップはオレゴーストアイコンとムサシゴーストアイコンとエジソンゴーストアイコンです、うん、そのノーマル3つとあと金メッキバージョン3つ入っておりますので、うん、今回は金メッキバージョン3つ、この3つで絶対ゲットしてやる。そうだな。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、完了。ガシャッと、はい、お、お、あ、ムサシだね。ムサシ。問題は金メッキか否かというところですね。せーの、ポン。ノーマルかな。ノーマル。ノーマルだ。ノーマルですか。ノーマルか。こちらがデラックスのムサシゴーストアイコン、うん、こちらがガシャポンのムサシゴーストアイコンですね、うん、見た感じどうでしょう、うん、違いある？あ、気づいた。これここの上のシールが違って、でこのアイコンの赤が違う。そうだね、うん、まず上部のこのシールがこっちねキラキラしてんだけど、うん、こっちは普通のシールだね、うん、後ろのこのプラスチック、うん、これが赤が、こっちはねちょっとねラメが入ってるような感じなんだけど、こっちは普通の赤だね。そうだね、うん、で中身なんですが、うん、ちょっとやってみようか。はい、押してみた。これ武蔵の顔がこっちはキラキラ、うん、こっち普通のシールだね、うん、もう一個いこう。この必殺技もやっぱりデラックス版の方がキラキラしてるね、うん、目玉もそうだね、うん、番号も背景がデラックス版の方がキラキラしてますね、うん、これぐらいの違いか、うん、でもギミック的にはねこれただ押すだけだからね、うん、これは全く一緒ですね。はい、じゃあ2個目いきましょう、はい、じゃあ2個目いきますね、はい、2個目ガシャ。お、黒だ。黒だからオレゴーストアイコンですね。オレゴーストだね、うん、はい、メッキバン。ノーマル？ノーマル！ノーマルか。はい、デラックスとガシャポンの違い、こんな感じでございます、うん、先ほどと一緒だね、うん、これはもう明らかにほら、ゴーストの顔の色が違う、うん、はい、はい、こんな感じ、うん、はい、じゃあ最後の1個、はい、今度こそメッキでやってほしい、うん、これあれか、最後エーシンク開けた方がいいかもしれない。そうだね、お願いします。はい、ひっ、ひっに、ここ、ここをこうやるの。はい、はい、オッケー。これははい、エシンク取り出して、はい、エジソンだね。見事に3つ割れたけど、問題はどうかだ。メッキが、はい、じゃあメッキであってください、お願いします。ノーマル。あー、はい、ということで最後はエジソンゴーストアイコンでした、うん、キラキラではなかったね、うん、はい、そして同じだな基本的にはね、うん、はい、うん、みんな一緒だね、うん、ガシャポン版の方が濃いめの黄色になってますね、うん、はい、以上でございました。はい、ゴーストドライバー、はい、念のために確認してみましょうか、はい、多分一緒だと思うけどね、はい、はい、鉛2カ量セット、まばたき、一緒ですね、うん、はい、社長だ。大海岸俺おめえトライブ、大海岸俺おめだま、はい、じゃあ次はムサシ行きましょう。はい、ナマリンゴカリョンセット。はい、イサトだ。オメガドライブ。
はい、お目玉。ケース。じゃあ次、エジソン。ナンバリング完了。セット。海岸エジソン。エジソンキャスティング。ヒッタソーだ。はい、ということで今回はですね、ガシャポンゴーストアイコン01を3回引いてきまして、見事に全部ノーマルでございましたね、これはちなみにですね、1個400円ですね、1200円使ってこんな感じでした、キラキラメッキバージョン欲しかったね、残念でございました、またこれは今度リベンジしたいと思います。そうだ、はい、今日の動画がですね、もし良かったなと思う方はですね、ぜひ高評価ボタンお願いしますね。今日の動画いいって思うか分かんないけど、あとチャンネル登録していただくと YouTube のチャンネル登録一覧にマイチャンネル出てきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、あとコメントの方もよろしくお願いしますね、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。